待ち焦がれては、1995年のイギリスアメリカ合衆国、フランスのテレビ映画。監督は、ロジャー・ミッシェル、出演は、アマンダ・ルート・トキアラン・ハインズなど、原作は、ジェーン・オースティンの1818 18年の小説、説得。1995年4月に、英国 BBC2 で、テレビ放送され、同年アメリカ合衆国で、劇場公開された。 日本では劇場公開されず、待ち焦がれてのタイトルで、ビデオソフトが発売された後、ジェイン・オースティンの説得に解題して、DVD が発売された。1814年、イングランド南西部サマセット。エリオット順断爵の27歳の次女ンは、豊かな教養と深い知性の持ち主であったが、8年前、母親代わりのラッセル夫人の説得で別れさせられた、海軍士官。 ベントワースのことを思い続け、家にこもって、独身のままだった。エリオット家は継承者となる男児がおらず、父と長女、エリザベスの浪費により借金がかさんだため、自宅であるケリンチ館を海軍提督、クロフト夫妻に貸すことにする。父とエリザベス、そして父の後妻の座を狙うクレイ夫人はバースへと、引っ越すが、案は、近隣の裕福な農家、マスグローブ経過した三女。 メアリーの世話をするため一人残り、妹の家に滞在することになる。ウェントワースは、クロフト帝徳夫人の弟でたくましく快活な人物であった。かつては身分が低く、財産もなかったが、ナポレオン戦争中に大金を稼ぎ、今は大佐に昇進していた。休暇で戻ったウェントワースは、マスグローブ家の正体に応じて現れるなり、たちまちマスグローブ家の若い娘たち、 ヘンリエッタとルイーザを虜にしてしまう。アンは再会に激しく動揺するが、8年前と変わらず、ベントワースへ恋心を抱いたのだった。ベントワースもまた、アンとの別離の真相とその後のアンの苦悩を知り、心を揺さぶられる。こうして、マスグローブ一家とアン、ベントワースの奇妙な生活が始まった。ある日、彼らはベントワースの旧友を訪ねて、 ライムリージスの町へやってくる。偶然出会った、ある紳士がアンに対し熱い視線を向けていた、エリオット家の継承権を持つウィリアムである。ありがとうございます。